い、皆さんこんばんは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、浜井先生が昨年末に、旅立たれてから、まだ1ヶ月経ってないんですけども、どうしてもね、この方にはコメントを取っておきたいなと思ってた方がいまして、中村達夫先生なんですけども、達夫先生とは浜井先生のところで浜井先生から紹介していただいて、僕と浜井先生と中村達夫先生の3人で、対談をしたこともありまして、その後達夫先生といろいろやり取りをさせていただいたっていう、浜井先生がつなげてくれた縁っていうのが、中村達夫先生なので、今回はね、達夫先生の方に国際電話をしてコメントを聞いてみたいと思います。浜井先生が亡くなられた時ですね、すぐに達夫先生の方にも連絡を入れて、いろいろちょっとお話をさせていただいたんですけども、今回は改めて達夫先生に浜井先生とのことやいろいろちょっとねお話をね聞いてみたいと思ってます。もう達夫先生には事前に連絡してありますんで、国際電話をイギリスの方に、オックスフォードの方にかけてみたいと思います。はい、もしもし。達夫先生、すいません、お忙しいところすいません。宮本です、よろしくお願いします。はいはい。それでですね、LINE ではちょっとやり取りさせていただいたんですけども、昨年末に浜井先生がの急な訃報というのがありまして、はい。達夫先生といえば、僕は浜井先生にご縁をつないでいただいたという思いがすごくありますんで、はい。はい。達夫先生から改めてまたコメントをいただけましたらと思いまして、ご連絡しました。はい。はい。じゃあ、その前に、この度は、昭和総統、浜井先生の地元の石川県での大地震、災害に対してお見舞い申し上げます。そして少しでも一日でも早い安定を願っております。それから浜井先生に対しての追悼をさせていただきます。まずは2023年12月14日突然の悲報に接し、浜井先生のご家族はじめ、近親者の方々へ心からお悔やみ申し上げます。そして浜井先生と行動を共にしておられた力社会や武道関係者も同分です。先月中旬に全く予期していない時に突然日本より連絡があり、信じがたい報告を受け、私も一瞬こんなことがあるのか。今年の春は再会を楽しみにしていたのに、ただそれだけしか考えが浮かびませんでした。まず、浜井先生の残した功績はとても大きいです。浜井先生は幼少の頃から柔道、空手、勉学に励み、頭脳明晰で読書も幅広く、多くの方面にアイデアを作り出し、おいそれと他人のできないようなことを何十年もこなしてきました。極真本部時代は私より1、2年先輩であったと思います。当時、稽古は一緒にしたこともなく、言葉も交わした記憶さえありませんでしたが、かすかに覚えているのは、第9回全日本大会の表彰式だけでした。浜井先生とは一昨年、私が英国より一時帰省しているとき、幸運にも連絡が浜井先生よりありました。お互いの空間を語り合い、空間を埋めるように語り合い、
大尊敬する方となりました。こんな方でしたら大昔に接点を持ちたかったなというのが正直です。そういう人物でした。お互い会話していてとても活力が旺盛で、浜井先生は見習うべきところをたくさん持っている人と確信し、人生の末期ではありましたが、嬉しい、再会で特別な友人となりました。浜井先生といると話題に飽きが来ないで、そういう時間を過ごさせていただきました。また中国での空手普及に力を注ぎ、新しい発想で一時期を成功させました。残念ながら感染症コロナ問題で、まあ、日本に帰ってこなければいけない状況になりましたから、それはそれでまた残念でしたけども、やった行動はやはり、褒められるべきだと思います。中国より日本に帰国されて、昔の大山道場時代の空手を普及させようと赤字覚悟で、五神空手なるものを発案し、独自色の大きい武道を大会開催を含め、やっと世の中に、認知され始まるところまでこぎつけました。この空手が世の中に深く浸透したら、多くの空手家に一石を投じるような中身のある内容でした。現在の空手はルールにかなり守られていて、本質が制限されており、現代の方たちにはなるほどと思わせる出来栄えに気づかされた内容でもあり、この後数年あれば、さらに注目を浴びてくると確信させられました。浜井先生は実行力も兼ね備えた人物でした。私としては浜井先生のやりかけた仕事を誰かに引き継いでいただきたいのが本音です。そうなれば浜井先生もこの世を旅立たれた後、さぞ喜ばれることでしょう。それにしても惜しい方を早く亡くしてしまいました。浜井先生は一生を通して一息も休まず来られましたので、いつの間にか寿命を縮ませていたのかなというのが伺えます。それから浜井先生の最後のお言葉も、気力を出し続けて医師の方の診断も本当に至急この世を去る人物かなと思わせるような言動で、宮本氏への伝言を鮮明に非常に伝えていました。他界される寸前まで浜井先生の人間力を彷彿させてくれました。浜井先生は最後まで侍的な影響を与えてくれました。今現在での撮影済みでの力説を、YouTube を再視聴すると、何か学校の教頭先生に人生を説いていただいている感じがしますのは私だけではないでしょう。極真支部長時代の事柄も無視することはできないので、言葉にしてきます。浜井先生自身の大会での活躍はもちろんのこと、極真空手の歴史に残る、水口、増田、弟の吉明選手、元選手でしたね、たちを筆頭に、浜井先生の娘さんまで愛される武道家に作り上げました。指導者としても熱意を出し続け、創世紀の極真空手に忘れてはならない影響力を発揮されました。特に極真の大会では本部以外で稽古しているものの上位入賞は非常に稀な時代でしたが、そういう工夫の稽古と根気で大会の注目を浴び、水口選手、増田選手、浜井義明選手は輝いていました。
武道以外でも事業に挑戦し満足に近い人生を送られたのではないかと思わされます。もし寿命があと10年あったとしたら、濱井先生の熱意で五神空手なる武道を世の中に存在を大きくされたと確信しています。濱井先生が生まれ変わったとしても、来世では一緒に稽古したいですね。いろいろとありがとうございました。今でも、あなたがどこかにおられるのではないかと最後まで、さよならは言いたくありませんが、しっかりと休んでください。ご冥福をお祈りいたします。2024年1月7日中村達夫ということですね。いや、達夫先生ありがとうございました。はい、伝わったかどうかは分かりませんが、まあ、一応こういうことを考えて述べました。はい、はい、達夫先生のお気持ちがすごく伝わったと思います。ありがとうございます。いくつか達夫先生にお話を聞きたいんですけども。はい、濱井先生の思い出、はい、から話しますか。はい、はい、残念ながら私が昭和49年に本部に入門してから濱井先生との面識は全く記憶がありません。その当時濱井先生は地元石川県での稽古が多かったのかもしれませんね。で、私が本部入門してから海外へ指導員として赴任するまで中身の濃い日々を空手修行に私自身が全身全霊で打ち込んでいたの時期なので、はい、かなりの範囲で順序を立てて当時を思い出すことができます。よって濱井先生の名前は全日本大会の選手として聞いたことがあるという程度でした。たまたま私が第9回全日本大会のために大山館長よりロンドン東京のJAL の航空券をプレゼントしていただき、全日本出場が叶い、大会終了後の上位入賞者の表彰式で濱井先生の隣に立っていたとき、一言二言挨拶を交わした程度でした。私よりも二回り大きい選手が、まあ、かなり、かなと、濱井先生のことを思って、そのぐらいしか思っていなかったですね。あ、組み合わせも私のブロックと離れていたために、はい、直接対戦の実現はしていません。お互いの試合や稽古組手は最後まで実現していませんでした。現役時代の濱井先生は私から比較したら当時としてはかなり大型選手の部類に入ってたんですよね。ああ、なるほど。ね、はい。で、派手さはなかったですけども、総合的な自力を兼ね備えて、それで体力を生かした突進力が目立っていました。自力がもともとあったんですよね。空手、以外、もし、スポーツをやったとしたら、はい、もしハンドボールやってもものすごいボールを投げられたとかね。そんな感じの、させてくれる体力の持ち主でしたね。それで方は32人のそのブロックですね、はい、の筆頭まで勝ち上がっていきました。でもちろん濱井先生とも戦いたかったですね、今こうして考えてみると。ああ、そうですね、今こうやって濱井先生のことを忍んでみると。はい、はい、達夫先生と初めてお会いしたのも濱井先生のご自宅だったんですけども。そうですね、もう、はい、本当にあれ5分前まで何もわからなかったですもんね。ああ、うん、そういうつもりで行ったわけじゃないんですけどもね。はいはいはい、はい、でも本当に濱井先生も、はい、濱井先生もそのことに関しては一言もなんか言ってなかったですね。あ、本当にドッキリカメラでしたね。ドッキリでしたね。はい、佐藤先生は濱井先生のご自宅の方に
泊まられてたということだったんですけども。まあ、あの、東京行くと、最初だけはホテルに泊まりましたけども、はい、あとその後は、まあ、お互いに話したいことが山ほど出てきて、はい、話せば話そうと。はい。ほんで、まあ、要するに40何年間かの、なんか空間を埋めるがことのように、なんかそういう感じで、はい、まあ時間が足りないぐらい。あ、寝る寸前まで何時間も話しましたね。あ、寝る寸前まで。そうですね。そのなんか雰囲気がすごくわかるような気がしますね。伝わってきますね。そうですね。だって、本当に本当に一言二言話したのは、はい、私が25の時、浜井先生が多分23か24か、そのぐらいの時ですよね。はい、うん、ですから、で、それ以来、一昨年ですから、私がもう70ですね。はい、で、浜井先生は、満で68、69くらいですね。68から。で、それまで全然中身がないんですよね。音信が。また、あんまり考えて、お互いのことを考えたこともありません。ですから、話してみると、まあ、こういう人だな、と。はい。うん、こういう人だったのかと。うん。なんか、こういうことが最初からね、はい、知ってるんだったら、もっと積極的になんか会話してみたかったな、と思って。それから、1979年頃だったと思いますが、はい、江東区内の道場で、はい、うん、あれが首都圏交流試合第一回と位置づけられるかどうかわかりませんが、はい、首都圏内にも本部道場以外に、たくさんの道場が増え始め、はい、全日本大会出場できない人のために、はい、試合の経験を積んでもらうために、経費をかけないで実施をされた大会があったんですよ。はい、あ、はい、で、その時は、首都圏交流試合の名目なのに、わざわざ北陸の石川県より数名の選手を連れて、生徒に経験を積ませるために。首都圏じゃないのに来られたんですね。うん、そうですね。うん、はい。で、笑顔で来てましたけど、なんだこの連中はと思って。そしたら、まあ、浜井先生だけは知ってましたけどね。はい。そしたら、その連れてきた選手が、まあ、水口選手。はい。増田選手。はい。で、組手を見せられて、これは全日本級じゃないかと。あ、で、特に水口、選手は、その時は、うん、もうすでになんか技だけでも、はい、その時の大会のチャンピオンになれたぐらいの、まあ、とにかく、うん、目立ちました。うまいです。で、増田選手はその時は、まあ、自力があるなっていう感じでしたよね。はいはい。で、その試合には今度後でチャンピオンになる大西選手も参加してました。ああ、なるほど。はいはい。はい。で、その時目立ったのは一番体格の良かった大西選手、大西選手ではなく、はい、浜井道場での水口くんです。ああ、水口さんが。うん。体格がズバ抜けて大きいほどではなかったんですかね。はいはい、はい。試合内容は、他を、他を寄せ付けず、はい、身のこなしはダントツ。うん。ですから、まあ、他の格闘技やっても、なんか、オールラウンドでできるような感じの身のこなしでした。はい、あれには、私も簡単させられました。あ、で、ああいう選手ってのは、はい、はっきり言って毎年、見かけられるレベルじゃないんですよね。あ、数年に一人の選手かな、全日本混ぜてもね。はい、相手は、周りはね、全日本以下の選手とはいえ、圧倒的な勝利でしたね。とにかく経済的に、うまくうまく、はい、周りはもうね、翻弄されてました。あ、うん、ですから、北陸って本当は地方なんですけど、東京から離れるとね、はいはい、あんまりその時代は、本当に数名の人しか、うならせる、観客をうならせるような組手っていうのは、試合っていうのは、あんまり、うん、期待できなかったんですよ。あ、だから、地方でこういうことができるってことは、ああ、すごいなと。うん、うん、簡単させられましたね。あ、で、三口君は、後に全日本に、また、世界大会に出場して、
全英重量級のチャンピオンになった、黒人のロイ・バントン選手にも、わざとスタミナで、勝ってるんですよ。圧倒的に。はい、あと、その頃の増田選手は、大西選手は自力があったが、はい、水口選手ほどの経済的な技の使い方っていうのはまだできていませんでした。ただ、それより、数年経ったら、この3人は、全日本出場選手の中でも、誰もが認める大会の看板選手になっていました、ね。で、特に増田選手は、首都圏の道場に移り、石川から出てきて、はい、多分、写真学校かなんか専門学校に入ったと思うんですよ。ああ、そうみたいですね。はい。そういうことは、前も、昔から聞いてました。はい。それで、城西の支部に移って、はい、今度は一緒に、大西君らと、稽古するようになりました。はいはい、はい。で、その2年後ぐらいですかね、私のところから、黒沢君がそちらへ首都圏に移って、はい、で、稽古に相手に恵まれた環境で、はい、切磋琢磨、いろんな意味で、精神的にも肉体的にも稽古方法にも組み手の相手にも、はい、そういう工夫と頑張りで、息の長い上位の入賞者に毎年のように名前を刻み込む、無事になりましたね。なんかその浜井先生がそういうなんか先見の明というかこの選手を育てるのもすごかった。そうですね、やっぱり浜井先生はいろんな意味で IQ が高かったですね。で、普通の人は野球でもそうですけど、勝負感とかなんかそういうのありますけど、はい、浜井先生の場合は説明もうまくできる。なるほど。ですから、素人にも納得させることができる力が多いんじゃないかなと。根性とかそういう時代だったんですもんね。で、それに先駆けて。その人のね、真似をしろ、背中を見ろだけなんです。何も言わないんです。だからやっぱりね、格闘技の IQ が低い人には、とにかく難しいですね。1年で済むところを3年も5年もかけて時間を無駄にしてしまいますよね、一般の人でしたらね。まだこう理論的にこう説明というかこう指導ができない時代だった時ですよね。で、またね、そういうふうに言う人はなかなかほとんどいなかったです。そう考えると、やっぱり浜井先生は偉大でしたね。そうですね。だからあの時代はやっぱりね、こう見て、覚えて、盗めと。だから、なんかね、下の者がぐだぐだとあんまりね、こう理論、理屈詰めで、はい、教えをこういうなんてやり方は、ちょっと煙たがれた場合も多かったのではない時代だったかなと思います。45年前でしたからね。根性の時代ですね。だからそういうふうに、教えてくれ、教えてくれって言って、言葉で全部教えてもらおうとすると、やっぱり怒られた時代ですよね。こう殴られながら教えられたっていうか、殴られながらこうやられた。殴られながら、だから空手の場合は蹴られながら。蹴られながら、はい。最初からちょっと気が見えるような感じですね。もう一回、蹴られただけで、痛みが分かるのに、はい、またか、またかって、なんかそれにわざわざ臨んでいくよな。そういった意味でも、この指導方法的にも、時代の最先端を言っていたと。そうですね、やっぱり考えてましたね。支部っていうことは、多分本部みたいにね、はい、入ってきた選手をね、はい、選手っていうか、生徒を、あれ、なんて言いましたっけ、やめさせてしまうこと、あんまり多いので。しごきとか、間引きですか？しごきに値するような、はいはい、間引きって言いましたね。はい、はい、間引き。はい。支部では多分ああいうことはやってないと思いますよ。浜井先生と、ずっとその、いろいろお話しされてた時って、カラオケとかによく行かれたって、浜井先生から聞いたんですけども。行きましたですね。はい。はい、カラオケ、はい、浜井先生は何歌われてたんですか？昔のテレビ、子供、少年向けの、はい、
テレビの主題歌。アニメソング。昔はアニメっていう言葉はなかったんですけどね。はいはいはい。うん、でも、例えば、アラーの使者とか、はい、柴真一が主演かなんかしたのかな。はい。それから、三橋道也が歌った、はい。あれは、なんて言ったかな。うん。アラーの使者に似た、解決張り魔王とか。解決張り魔王、はい。それから、山崎先輩が実際にレコード化した、はい、極真の、歌なんですけども、はい、その空手の歌ですね、はいはい、そういうのを喜んで歌ってましたですね。辰夫先生はすごいプロ並みだっていう。私はどちらかというと演歌、はい、それですね。私の場合は一応レッスンを、はい、とにかく日本に来てる間には毎週1回は受けてるんですよ、はい、レッスン、はい、その先生に。今でも、日本にいる場合は。辰夫先生の得意曲っていうのは、得意の歌っていうのは何の歌ですか？ね、はい、3、4年前に、はい、まで、なんていうか、声が綺麗に出た時期があるんですよ。はい、で、その時は、女の人の歌で、はいはい、前泉淳の夕月という演歌調の歌ですね。もしよろしければ、一節歌っていただけたら。今は、ちょっとこれ、喉休ませないとダメでしょうね。ちょっと朝からか。うん、でね、はい、もう今、点数がね、その時よりも2点近く、2点は軽く落ちてるんですよ。いや、2点なら、また全然高いと高得点になると思いますけど。で、2日ぐらい前に、はい、歌ったんですけども、はい、その時は最高点が 97.8 ぐらいだったのかな。十分高得点ですね。で、そのいい声が出た時は、はい、やはり年齢なんでしょうけども、はい、99.845、それが最高ですね。ほぼ100点ですね。うん、まあびっくりしましたけど、はい、とにかくカラオケの部屋にいると、はい、声が跳ね返ってキーンと自分のジェット機のような声で戻ってくるような感じしました、その時はね。ぜひ一口聞きたいんですけど、佐藤先生。一口だけでいいんで。一口ね。はい。やりますか？はい、お願いします。柿の内坂の家っていうのがあったんですね。これ青木浩二です。はい。はい。もう、存命してれば100歳ぐらい近くになる歌手だと思うんです。はい、お願いします。春には、柿の花が咲き、秋には柿の実が溢れる。柿の木坂は駅まで三里。あとは、浜井先生の自宅に泊まっていた時のことも、はい、話しましょうか。あ、そうですね。はい。はい。じゃあ、40数年